皆さんこんにちは。ホボリムジーク音楽教室サックス講師の荒川真奈です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日は薬指と小指の動かし方のコツをお伝えしたいと思います。それでは説明していきたいと思います。薬指と小指の動かし方なんですけれど、以前指の動かし方については指の付け根から動かしてくださいねっていう話をしたと思うんですが、今日は薬指と小指に特化した話をしていきます。まず手を出していただいてグッと握っていただきたいんですが、その際の薬指と小指の動かし方、動き方に注目してみてください。中指なんかは手のひらの中心に向かってまっすぐ、曲がっていると思うんですが、薬指や小指っていうのは手のひらの真ん中に向かってこう斜めに中心に向かって入ってくると思うんですね。これが今日のポイントです。薬指と小指はまっすぐ指が動くものではなくて、中心に向かって斜めに、曲がるようにできているっていうことを、考えていただくと、サックスを構えた時に、以前の動画でもお話ししましたが、指の腹と爪のちょうど間の部分をこうキーの端っこに置くわけなんですが、どうしても薬指や、小指を置く時なんかはキーに対してまっすぐ指を置いてしまうんですね。そうではなくって、手のひらをこう、手のひらの中心に向かって握るときに少し曲がるということを加味して、キーの置き方を正面ではなくって、私の場合は少し斜めに置いています。中心の部分ではなくって、少しだけ、左の爪側に寄せてるっていう言い方をすればいいですかね。真正面でキーを押すのではなくって、ほんの少しだけですね、横に置くようにしています。そうして、キーを持った時に、キーに対してまっすぐな力をかけたい。こんな形で使いたいのではなく、少しだけ、ほんの少しだけですけどね、斜めにして気持ち、手の中心に向かって曲がるので斜め上に持ち上げるような、ガキがあって握りしめられないんですけど、本当にこうグーッと握るようなイメージでキーを押したり離したりしています。力を入れるだけでいいんですけど、なので基本的にはまっすぐ動かすっていうよりは、こう斜めに動かしてるような気持ちになって動かしてあげるといいと思います。それからもう一つポイントがあります。左手の薬指を動かすときに、必ず左手の薬指だけでは動かないということを覚えておいていただくといいと思います。左手の薬指を動かそうとするとどうしても小指も一緒に動いてしまうんですね。これを覚えておいていただいて、楽器でも使っていただくと、もう少し薬指が自由に動くんじゃないかなと思います。例えば、左手の、ラからソに動くとき、人差し指、中指を置いて薬指を、押そうとするときに、薬指だけを動かそうとしてしまうと、どうしても力が入ってしまいますので、薬指と小指の根元から手のひらの中心に向かって斜めにこう折るようなつもりで動かしてあげるといいと思います。この時にもう一つ大事なのが小指の置く場所です。小指、どうしてもこうやって指をしまってしまって持ってる方すごく多いと思うんです。でもこうしてしまうと小指使う時にこう動かしたり、薬指を動かす時にはもうすでに小指のこの部分に力が入っていますので、押してない時にでもそのシャープのキーに触れてあげる、または1センチ2センチ、ちょっと浮いててもいいと思います。まっすぐ伸ばした状態、リラックスした状態、ちょっと山なりな状態で置いておいてあげるといいと思います。今、左手で説明をしましたが、右手も同じことです。右手の薬指と小指も、根元から手のひらの中心に向かって、こんな風に少し斜めに動かせると思うので、
楽器を握った時にですね、楽器を持った時に少しご自身の体感としては上の方に持ち上げる感じですかね。下から上にこう持ち上げるようなイメージで握ってあげると薬指小指は動かしやすいんじゃないかなと思います。小指単独の動かし方、レのシャープとかドの音、それから左手のテーブルキーのあたりの押し方についてはまた他の動画でご説明させていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。次回は指のトレーニング方法についてお話ししたいと思います。楽しみにしていてください。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンをお願いいたします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。この動画への感想、また今後取り上げてほしい課題などありましたらコメント欄にお願いいたします。実際にレッスンを受けてみたいなと思ってくださった方はポボリムジーク音楽教室までお問い合わせをお願いいたします。それでは動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。